はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バリニスト指揮者の西谷邦人です。今日は2月29日、ウルード市の29日です。4年に1回のね。で、ハワイです。今ここハワイ、わかりますか？ハワイですよ。ハワイのところの、ビーチですね。ワイキキビーチでございます。で、今日私は3時間前に、ロサンゼルスの国際空港から、ハワイに来まして、で、プリンスワイキキっていうホテルで、チェックインして、でその後その中に見取り寿司って、梅ヶ丘のお寿司屋さんが入ってるんですけど、 そこでご飯食べて、高かったですけど美味しかったです。ちゃんと見取り寿司の味でした。 でそして、このワイキキの、街を今ブラブラ痩せるために歩いております。でその、インディアで、その、ロサンゼルスでの、旅行の話とかいろいろしながら、歩いてみたいと思いまして、私の顔を、ね、見てても面白くないと思うんで、ちょっとワイキキの街を映しながら行ってみたいと思います。はい、では行ってみたいと思います。アクションモードっていうね、iPhone の、15のモードだとか14もあったのかな。要は手ぶれ防止ですね。機能、歩いててもそんなに揺れないっていう、そういう機能を使いながら行ってみたいと思います。はい、皆さん、2月29日のハワイでございます。コロナ禍過ぎてね、結構日本人戻ってるかなと思ったら、やっぱり円安とかの影響で日本人があんまりません。本当に以前は、ね、2人に1人は日本人だったんですけど、今アメリカ人だかヨーロッパ人だかメキシカ人だかわかんないですけどが多いです。で、そうですね、じゃあまずロサンゼルスの話からしていきましょうか。ロサンゼルスは楽しかったですね。楽しかったですけど、まあ、ざっくり言うとね、マーティン先生のレッスンを、まあ、受けに行ったわけです。ブラームスのね、協奏曲を8月長野でオーケストラと共演するってことと、あとリサイタルですね。リサイタルで私の自分で編曲したブラームスのバイオリン協奏曲を演奏するということで、少しでもなんとかしたいと思いまして、マーティン先生のところに久しぶりに行ってレッスンしてまいりました。8年ぶりです。いや、もうね、なんでそんなピンガリングが思いつくのとか、なんでそういう教え方が思いつくのとか、なんでそんないい音を出させることができるのって、まあもちろんマーティン先生が見本を弾いてくれるからなんですよね。で、私が本当得だったなと思うのは、私とマーティン先生の年齢差で15歳ぐらいなんですよ。だから、まあ、15歳はないのかな、14歳ぐらいかもしれないですけど、で、なんで、すごく、なんていうのかな、まあ、兄貴分って言ったらおかしいですけど、まあ、とにかくまだ、そんなにそのバイオリンが、こう、ね、やっぱり、ベテランの方になると、だんだんね、バイオリンが弾くのはね、やっぱり、だんだんちょっと難しくなってくるわけですけど、まあ、それはない。で、マーティン先生まだバリバリ弾きますんで、面白かったのは、今回マーティン先生モロッコっていう国に行って、審査委員長かなんか、コンクールの審査委員長かなんかやってきたんですよ。そのロサンゼルスに行った前の日かなんかに、だからちょっと時差ボケでではいたらしいんですけど、でももうバリバリちゃんと教えてくれましたし、すごい細かく教えてくださいました。まあ、ただ1時間っていう範囲だったんで、範囲内だったんで、なんだろうな、全楽章は、まあ、やったんですけど、ところどころって感じですね。まあ、他のね、レッスンできなかったところは、まあ、自分で解決していかなくちゃいけないわけなんですけど、もうすごく、その言っても1時間濃かったです。で、また、私がね、教える際にも、新しく、あ、こういう風に教えるのかとか、あ、こうやるのかとか、で、あと私の悩みですね、教える。実は私、レッスンで教えてても、やっぱり、こう、思うようにできるようにさせたいんだけどできないっていうことがやっぱりいくつかあるわけなんです。なんでやっぱり先生に相談して、それでなんていうのかな、 それを相談してやっていくってことが大事なんですよね。あ、ちょっと待ってくださいね。これね、赤青になんないですね、なかなかね。待ってるんですけどね、さっき私左側のこのビーチを歩いてきたんで、このショッピングの方をちょっと歩いて帰りたいなと思うんですけどね。あ、ちょっと日本人の方が多くなってきましたね。早く早く、よし、青、
し。そうなんで1日目は挨拶で、2日目はマーティン先生にお会いして、レッスンしてきてもらったと。で、3日目は マーティン先生の支援会ですね。ステディオクラスっていうクラスを開催されたんです。夜7時半くらいからね、1人1時間くらい、レッスンずっとやってる感じなんですけど、でその支援会を見て、やっぱりレベル高いなと思いましたね。やっぱコルマン音楽院っていう音楽院でその支援会やったわけなんですけど、すごい才能ある子たちが選ばれし、才能ある子たちがやっぱり来てるんで、なんだろうね、すごいですよ、やっぱり上手いです、圧倒的に。ミスが、ミスはあるんですけど、見えますけど、それは多分やっぱ僕がコンクール審査員とかやってるからで、そうじゃなければやっぱりもうね、なんて言うんだろう、雑音がもうないんですよね。マーティン・モンカすげえなと思います、みんな。マーティン先生モンカ呼び捨てにしちゃダメですね。はい、ちょっとごめんなさいね、いろいろ気取られてね、喋るのがなかなか難しいんですけどね。あ、なんか喋ってるでも通行人に、ね、思われてしまうこともあるんで、そう、ちょっとこれ人がいっぱいいるんでね、こういう感じですかね、方が面白いですかね。そうで、ロサンゼルスは他にどこか行ったかというと、やっぱりドジャースですね。今回ウーバーに、そうですね、1日目、1,2,3,4,5,6,7回ぐらい乗ったんですよね。ウーバーイーツじゃないですよ、ウーバータクシー。すごいやっぱりウーバーがね、発展してて、アメリカはもう、ハワイもそうなんですけど、やっぱりすごい便利でしたね、ウーバーは。で、安全かどうかっていうふうに思われるんですけど、もうタクシーと同じぐらいですよ、安全性でいうと。タクシーだってどんな運転手か分かんないですからね、荒い運転手だっていますから。そう考えるとウバイツの方が簡単ですぐ来ます。で、またロサンゼルスみたいな大都市だと本当にそこら中いるんで、コンペティティブだって言ってましたよ。まあ、ただね、ちょっと喋んないといけないのは面倒くさいですけどね。まあ喋んなくてもいいんでしょうけど。で、あとはそうですね、あ、これ私がいつも泊まってるあれですね、リレンシーですね、リレンシー。これね、すごいいいんですけど、今回そのプリンスワイキキだっけ、泊まってるの、ごめんなさい。あ、これマックですね。すごい良かったんで、別にここのハヤットのリージェンシーに泊まる必要はないなってちょっと思いました。むしろハヤットリージェンシーよりはね、ハイレットリージェンシーって結構古いんですよね、実はね。目立つんだけど、いいホテルだけど、だからそこまで良くないです。あ、ABC ストアですね。ABC ストアすごい今回も使わせていただこうかな、お土産にと思ってます。そう、ドジャースタジアム行って、でウーバーの人たちにと話すわけですよ、やっぱり乗ると、ウーバーに乗ると。そうするとね、必ず大谷の話と山本の話が出ます。大谷してるかっつって必ず出ます。7回中7回、もう7人全員に大谷って聞かれました。大谷行ったかとか、ドジャース行ったかとか、で行ってきたわけなんですけどね。で、ドジャースタジアムの、ストアに行くですね。そうすると9割日本人でした。もうね、やっぱり観光の人とかが来て、もうユニフォームとかね、ゲットしてるわけですよ。あ、ハイアットリージェンシー、せっかくなんでハイアットリージェンシーの中行ってみましょう。入れてませんね。ここね、ワイキキビーチでございますよ。
皆さん大好きなワイキキビーチ、ちょっと逆光なんでこっち行きます。ちなみに私が今飲んでるのはスターバックスのアイスティーです。スイートンロックアイスティーというやつですね。はい、よくここにね毎回泊まってたんですけど、今回はやめました。理由は高いからです。もう円安を考えるとね、すごい泊まれないホテルになっちゃいました、私的に。今回私うち銀行、ハワイとポートランドに US バンクっていう銀行会社と、うるさいなこの人、ハワイアンなんだっけ、ファーストファイアンバンクっていう、銀行があって、そこにいくらお金が1ドル100円ぐらいの時のお金があったんで、それで行きましたけど、ホテル代は日本から日本のクレジットで買ってますんで、買って予約してますんで、ちょっとねやっぱり節約せざるを得ない。いいですねこれ、はい、素晴らしい。これやっぱりワイドの方が面白いですね。ワイドで行きますよ、ワイドの角度でね。はい、あとロサンゼルス、ハンバーガー食べましたし、そうですね、地下鉄も乗りました。で、地下鉄なんですけど、正直ちょっと怖かったです。やっぱりね、ちょっと危なそうな方たちがいらっしゃいまして、で、ね、警官もすごい多かったですし、警備員もね、ちょっと警戒せざるを得ない感じ。ニューヨークの地下鉄みたいな感じでしたね。綺麗、ニューヨークよりは綺麗だったですけど、なんか怖さはニューヨークよりあったかもしれないですね。まあ、今回状況もあったかなと思いますけどね、久しぶりだっていう状況もね、ちょっと緊張しましたね、地下鉄乗るときはね。だからハワイに来たとき、日本かよって思うぐらいなんか気分が良かった。あ、帰ってきたっていう感じでしたね、まともなところ。前なニューヨークにいて2年いて、ポートランドに戻ってきたとき、1年戻ったわけなんですけど、戻ったらすごいやっぱり泣きそうになりましたね、安心感で。嬉しかったですよね。はい、モアナです、ホテルですね、モアナホテルですね。ここは有名なところですよね。さあ、青になるまで何回じゃ一言。そうですね、早く練習したいですね、嫌がってね。で、あとまあ、あと仕事を、その社交系とかね、フリートークのことやらなくちゃいけないんで、今日も本当は今日はね、社交系国統計両方とも文装なんですね、先生方の練習で、主にね最終、ボーイングとかそういうものを確認してもらうという日でございます。先生方にね、講師の先生方はうちはたくさんいますんでお願いしてます。みんなちゃんとやってもらえればなと思います。ああ、日本人の子じゃないですか、韓国人の子ですよね。こういう感じです。トップオブワイキキっていうところですね。トップオブワイキキはなんかホテルニューオータニみたいなぐるぐるしてるね、部屋がありますけど、レストラン、大したことないです。私は大したことないと思いました。そんな美味しくはない。やっぱりね、結局ね、日本のもの美味しいですよね。アメリカのものは口に合うとか合わないとかじゃなくて、まあ合うからしょうがないから食べるって感じですよ、私の場合ね。慣れましたけどね、美味しい、まあ美味しい、お腹減ったら美味しいですね、なんでもね。もう完全に味がわからない人の発言みたいになっちゃってますけど。さあ、テスラとかいろいろありますね。蘇りましたよ、コロナの直後に、この間来たわけですけど、コロナの直前と直後に来たんですよね。
で今回はもう完全にコロナ終わってるわけですけど、コロナ終わってるのに日本人が少ない、本当に少ないです。もうこれ見てて分かりますけど、今回今アジアっぽい人いますけど、これ韓国人か中国人ですよ。まあもしかしたらタイ人もいるかもしれないですけどね。ほら聞こえますか、日本語の声しませんよね。だからね、今ねハワイね、昔はなんか日本のようなアメリカの国と思ってましたけど、若干ちょっとアメリカ寄りになりましたよね。だからなんていうの、海外が好きな人、海外文化を味わいたい人は今おすすめですね、ハワイ来るのが。ものすごくおすすめです。そうで、あとロサンゼルスはウォルトディズニーホールとか、あと公園とか散策しましたね。空港広いですね、やっぱりね。だから 1,2,3,4,5,6 第7ターミナルぐらいまであるのかな。あ、これチーズケーキですね、チーズファクトリー。はい、めちゃめちゃ太りますから行きません。救急車です、赤ちゃんが生まれるといいですねっていう風によく言います。はい、ロイヤルハワイアンセンターですね。ウルフギャングがあります。ウルフギャングのねお肉です、ステーキのお店があります。これはね美味しいんですよ。あ、アップルショップどうした、移転したの、嘘でしょ、あれない、え、どういうこと、ちょっと待ってください、さっきチェックするの忘れましたけど、アップルストアない、どういうこと、え、アラモアナセンターにあるのは知ってますけど、え、これまずいな、アップルストアないっていうのはどういうことだ。ちょっと後ろから回りますね、ハワイアンロイヤルセンター、違う、ロイヤルハワイアンセンター、マジか、なんでないの、後ろから入れるってオチもない、ゲ、ない、ハワイのアップルストア潰れました、多分コロナのせいかな。ショック、 K-POP フレンド、女の子たちが好きそうですね。さあ、ロサンゼルスはだから3日間だったんですね、月火水木3日、3泊4日でした。あとリトル東京っての行きましたね、リトル東京にね。じゃあロサンゼルス3回目なんですけど、もうね1回目と2回目ほぼねマーティン先生のレッスンを受けるために来てて、まあ、今回もそうですけど、あんまり観光とかしなかったんですよね。だからリトル東京すごい楽しかったです、リトル東京。はい、こういう感じですね、いいでしょう、ロイヤルセンター。でもアップルストアなくなっちゃったからな、ちょっと微妙だな。こっちに、あれがあります、ウルフギャングだ。でも行きません、なぜなら食べないから、太ってしまいます。今日プリンスワイキキに入った瞬間にウェディングドレスの男と女の子が出てきたね、日本人のね、まあ、プリンスあのホテルだから西部系のねきっと女なんでしょうけど、だから日本人がね結構いらっしゃると思うんですけど、なんで僕が入った瞬間になんかウェディングドレスのやつが来るんだ、なんかこう嫌がらせみたいなね、思ったりしてしまう卑屈な私ですが、皆さんどうぞよろしくお願いします。西谷邦人です、キューキー一歩よ。はい、ロイヤルハワイアンセンターまだですね、これでかいんですよ。じゃあそろそろ抜けます。そしてね、こちらハーメスですね。
さあこの動画需要があるんでしょうか。むしろね、喋んないでハワイの音楽をずっと流してた方がいいような気もするんですよね。まあそこはまあちょっと怖い、怖い子じゃなくて何ですか、まあいいちゅうことでね、だんだん手が疲れてきました。あのワイキキのホテルはね、約このビーチから40分ぐらいあるんで、ゆっくりだらだら歩いてるとね、若干疲れますけど、さあこちらですね。ここにね、銀行があったはず。私の違かったっけ、もう一個先だったっけな、もう一個先かな、やっぱりね、ハワイ、ホノルル、ワイキキ変わってますよね。すごいビルディングが新しくなってるし、まあね、ハワイのね音楽をかけながらね、こういうワイキキの街をね撮ってる動画っていうのはたくさんありますから、たくさんありますから、まあね、普通の本当のホノルルの音、ワイキキの音と私の地声を聞きながらこうやって映していくのもありじゃないかなと思いますよ。あー、やっぱり銀行なくなりましたね。くそー、ここらにあったはずなんですよ。あっちか、あっちに映ったんだ。 OK、 わかりました。なんかあったらあとで銀行行きたいと思います、明日とかね。さあちょっとここ来るとワイキキの街も郊外という感じにはなってきますね。でもね、ちらほらね、日本のねお店があることがあると見るとなんかやっぱ嬉しくなりますよね。日本人が独占してるって感じでね、1970年代、80年代、90年代の日本人のね、先輩たちが築いてきたものですよ。本当すごいなと思いますよね。カフェですね、これもね。まあ、向こう行くと、またビーチがあるわけなんですけど、まあ、ビーチと平行に歩いてます。電話なんかあるんですね、これ。使える、いや使えないですね、絶対使えないですね、使えない使えない。そう、さあプリンスワイキキ遠いっす、めちゃくちゃ遠いっす。まだ歩きます。よし、はい、だんだん口数がね減ってきたと思うんですけど、私疲れてきてますね。疲れると人間っていうのは口数が減るんですね。さあここの公園があるんですけど、この公園数年前はもうなんか配ってますね、配ってます。はい、私は太るものを食べますね。お、ちょっと走りましたね。
でもね、一人でいるとね、YouTube ライブしかないですけど、YouTube ライブね、これ見やってもね、あんまり、やっぱいい画像で映らないと、いいね、画像で、動画で、画素数でやらないと、綺麗に映らないですからね。暑いですよ。気温27、8度いってんじゃないですかね。先々週あたりすごい暑かったじゃないですか、日本。あれよりもやっぱり暑いですね。はい。こういう感じですね。明日はアラモアナセンターに行って、ビジョンプロっていうのを試したいと思います。アップルの、VR じゃないんですけど、MR っていうんですけど、空間コンピューターですね。それをちょっと試しに行きたいなと思います。本当はね、買いたいんですよ。本当は購入したいんです。購入したいんですが、無理なんです。なぜかというと、日本のアカウントだと、ビジョンプロのアプリが購入ダウンロードできないみたいなんですよね。それはね、やっぱり痛いですよ。そこ克服してくれなきゃ買えませんからね。前ホームポットを買いましたね、アメリカで。日本で売ってない時、ちょっと疲れてきましたけど、見えてきました、だんだん。ここの緑のとこ横切りたいな。横切っちゃおうか。うんちがあるかもしれないと思っちゃうんですよね。ちょっと画面見ないで下を見ながら歩きますね。犬の糞とかね、踏みたくないですからね。運がいいなんてよく言いますけど、そんなの嫌ですからね。さあ、綺麗ですよ。この天気が魅力ですよね、この南国のね。天気が魅力的でござる。よいしょ。さあ、ブログもね、上げております。見てもらえればと思います。アクセスたくさんいただいております。ありがとうございます。これ、この木何の木？気になる木。ね、こちらです。ちょっともう iPhone 持ってた小指が痛いです。弓が持てなくなります。これ自撮り棒持ってきてはいるんですけどね。やべえ、ここじゃなかったっけ。ちょっと場所間違えたかも。いや、持違えてない、あ、間違えてはないけど、あ、ちょっと行きにくい感じですね。もう一個先だったかな。いやー、曲がります。28分目ですからね。前半何喋ってたか覚えてませんもん。こっち、あ、なんどっちも、あ、これ押さないとダメなやつですね。はい、プッシュボタン4。はい、青になりましたんで行きます。少し昔前はね、結構日本のね、トヨタとかスバルとかホンダとか車多かったんですけどね、
やっぱりね、テスラとかね、フォードとか多くなってきましたね。ベンツもね、BMW ですか。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、すみません、続きでございます。今ちょっと電話が入っちゃったんでね、やっぱなかなか難しいですね。集中して40分ぐらい映し続けるっていうのは。はい、もう少しで帰ります。2両編成のバス、やっぱすごいですよね。ハワイでもでかい、ハワイみたいなね、大きくない場所でも。そして、有名なヒルトンの、ホテルですね。なんかちょっといろいろ街みたいなんですよね、ここね、裏にね。これがまた楽しいです。そしてハワイアンビレッジですね。ヒルトンハワイアンビレッジ、ビレッジっていうくらいですからね、街でございますね。よし、ちょっとこっちから行こうかな、せっかくだから。あれ赤だったか、やばい、赤で渡っちゃった。あれ、みんなついてきちゃった。まあいいや、すいません。そしてですね、まあでもハワイアンビレッジに行くわけではないんでね、ちょっと門の前を通るという感じです。ゲートの前をね、こういう感じでいかがでしょうか。スターバックス、あ、スタバあるのね、ここにね。じゃあ近いんで利用させていただこうかなと思いますけどね。そしてこっちですね。あとでね、仕事しようと思うんで、その時にちょっと頭を回転するように、チョコも買っていきたいと思います。こんだけ歩いたんですから、3時間近く、嘘です、1時間半近く歩いたんで、少しは痩せたかなと思います。もうずっともね、家で勉強している、勉強じゃない、バイオリンのレッスンしている状態ですから、なまるわけですよね、やっぱりね。あー、暑いですね。ここから歩いちゃいますかね。やっぱりね、この海風の匂いがいいですよね。いいですよ、いい。いやー、ホテルに住みたいです。やっぱり医療費とかがすごい高いみたいですね。よいしょ。年取ってのハワイはきついみたいです、どうも。やっぱりだからね、年取ってからハワイで過ごしたいみたいな思う人多いと思うんですけど、医療費が半端ないです。さっき、タクシー代、タクシーの人が毎月3000ドルって言いました。2、3000ドルね。だいたい30万ぐらいです。タクシーの運転手さんが30万ですかね。きついと思いますよ。まあでもね、日本人はね、いいって言ってましたから、ロサンゼルスのタクシー運転手はやっぱり礼儀正しい。なんか近所に台湾の友達が、らしいんですけど、その台湾人が
礼儀正しかったらしくて、なんでそんな礼儀正しいんだっつったら、日本に占領されてたからだみたいな、なんか言ってくれたら見られるらしいんですよね。台湾の人は結構いいイメージがあるのかななんて思いますけどね、日本人。あと今回面白かったのが、例えば14ドル99セントっていうもので、じゃあお釣りが、なんだろう、14ドル、違う、13ドル99セントのお釣りっていうことがあったんですよ。そしたら、もうめんどくさくて14ドルくれたんですよね。もう1セントならいいじゃんみたいな。やっぱそういうとこですよね。なんか楽器にしてますね。これ、なんだかわかんないけど、楽器じゃないよな。もうこういう人もいるんですよね。さあ、見えてきました。あれがワイキキ、プリンスワイキキでございます。プリンスホテルですね。もうお土産何しようかなと思ってますよ。まあ、皆さんのお土産ちょっとすいません。もう研修なんで今回勉強してきてはいるんで、この動画とブログで勘弁してもらえればと思います。すいません。でもね、買うときには買ってきたりしてますんでね、いつもね。いやー、暑いですね。暑い暑い。僕ね、チョコレート、あのマカデミアチョコレートあるじゃないですか、あれ食べれるんですよね、僕ね。日本のチョコレートっていうか、なんか、ほぼね、最近半分以上の種類のチョコレートが、結構、アレルギーというか、喉やられるようになってるんですけど、まだマカデミアのチョコレートは大丈夫みたいなんです。なんで、買っていきたいと思いますか。あとあの ABC ストア、ちょっと ABC ストア行きます。 ABC ストアに行きたい。ちょっと斜め横断しますね、これね。やばい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 。引かれないで、引かないで、引かないで。よし、ちょっと ABC ストア来ました。じゃあここでちょっとお土産を買いたいと思いますけど、これ映してていいのかな。やっぱりね、定番のマカダミアチョコレートはね、美味しい、まあ美味しいですもん。これ美味しくないって人ダメですよ。これこれ、よし、じゃあどれ買っていこうかな。高いですよね。うん、買いますけど、ちょっと一回切ります。さあ戻りました。 ABC ね、はい、 ABC マートで買いました。さあここプリンスワイキキ、あそこでね、あのフォーとかも食べられるし、サブウェイもあるし、マックもあります。夜ご飯はフォーかな、ちょっと食べ過ぎたからな。でもフォーって、フォーってあのベトナムのフォーですよ、なんですけど、生春巻きにしても全部お米なんですよね。だから寿司食べてお米もどうなのかなって、やっぱパンの方がいいのかな、どっちが太らないんでしょう。教えてもらえると嬉しいですね。これライブ配信だったらこれ教えてもらえるところなんでしょうかね。レッドロブスターね、好きな人多いですよね。行こうかなと思うんですけど、食べ過ぎたんでちょっと考え中。まあ豪華な料理すぎるとなんか痛風になれそうですよね。お、日本人だらけですよ、日本人だらけ。もう黒いからな、わかんないけど、暗いから。ピッツ&ワイン。さあ、帰ってきましたよ。今回の我が城でございます。これもね、巨大な2つの塔があります。この左側です、私がね。今、住んでるのは。ああ。ちょっとこのチョコレートが重い。
さ、ここからね少し楽しもうかと思いますけど、この容器で粉コーヒーのお店とか行ったら怒られるのかな。ちょっとやってみますよ。でもまあそこまでね、それ言われたらまあちょっと、まあ、諦めるしかないですけどね。どうしたのかな、足痛いのかな。あ、ちょっとね変わった人ですね。暑いな。はい、プリンスファイキキ戻りました。これですね、こういう感じですね。さあちょっとハワイっぽくちゃんとなんか竹みたいなやつが、藁だか竹だか竹ですね、ですけど中はこうやって綺麗です。やっぱりね、こんなコーヒーがあったりお土産屋さんがあったりしますけど、いいですね、感じですね。こんなコーヒーね、アラモアナタワーとね、はい、あ、すいません、ちょっと Wi-Fi の関係上で切れてしまいましたけど、こういう感じです。綺麗ですね。で部屋に戻りたいです。これ3階行くとホテルありますけど、とりあえずこちらに行きましょう。お水がねいつでも飲めるっていうのは嬉しいですね、これね。でお寿司屋さんがあるんですよ、見取り寿司っていうですね。これですね、あ、クローズしちゃってる。5時にはまたオープンするということで ね、まあさっき食べたんでもいいんですけど、とりあえず部屋に戻りたいと思います。部屋に戻りたいんですけど、一回ねちょっとやりたいことがあるんですよ。ここで私今回6階の部屋なんですけど、最上階までちょっと一回行ってみたいんです。どんな感じなのか。すぐ来ないですね、松の庭なんですよ。まあ一人だから余計に言ってなんですよね。誰かいればねお話ししてればいいと思うんですけど、本当に来ないですね。あ、来た来た来た、こっちですね。よし、待たせた分ちょっと無駄遣いで一番上までね一回行ってみたいと思いますけど、さあ誰もいないんでね、33階ですね、行ってみたいと思います。さあこれね見えると思うんで、いろいろこうかな、こうするといいかな。さあ真っ暗になりました。これは今1階から上がっていっております。さあだん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 来ると、おっ、ワイキキの街が見えてきます。すごいですね、綺麗ですね。おー、まあ、28階、29階、30階ですね。すごいですね、33階は何ですか。あ、客室ですね、やっぱりね。じゃあ6階まで降りたいと思います。ちょっとこれね、加工の時が僕もやばいんですよ。耳はね、どうしてもやられちゃうんですよね、誰かと思う。ちょっとまだアラモアですね。結構格安でしょ、たまにますね。We were last person that was on here was like leaning against it. We stopped at every floor.混んできましたね、いろいろね。暗いの方が近くあります。一回消します。はい、ワイキキの街をブラブラしてみました。今これオーシャンビューなんですけど、私のホテルの、続きは、ブログを
ご覧ください。お相手は私、西野邦人でした。ありがとうございました。